はいはいはい、こいつとりあえず倒していく。まずいまずいまずい。もちろん危ない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 。よかった、でもいなくて。あそこにアイテムあるけど、あんなの取りに行けないよ。ここで戦えってことかな。ちょっとあいつら下がるから、いいや、じゃあもうここで戦います。今度大振りの攻撃だけだったらなんとかなると思ったんだけど、やばい。いやー、本当に強い、すごいね、一撃か。やばい、よくない。うわー、本当かよ、強い強いよ。さあ、あの雑魚敵でこんな苦戦するんだから、そんな簡単に倒せるわけがないよね、こいつを。ちょっとスタートボタンとかなんとかなんないのこれ。いやー、もう無理無理無理、無理だよそんなの。どうすりゃいいんだよこれ。すいませんでも頑張れば倒せんのかなこれ。さあ、何回目のチャレンジかはもう覚えてない。4回5回目。頑張るよ。盾買ってきました。とりあえずちょっと盾を新調して、もう一回サイルチャレンジ。攻撃力が低いのは未だに全然変わらないというね。いやー、一回ミスると終わりってことですね。回復する暇ないんで。いやー、これ難しいわ。いやー、落とされた。ダイト。やっと半分までいった。半分までいきそう、いきそう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 。やばい、うぜえうぜえああ、ミスっちゃった。ミスったら終わりだと思うしかないですね。1、2、3。やばい、投げ払い来た。いやー難しいね。まさか成功すると思う。鍵がないからさ、困ったよね。でもね、やっとやっと。ちょっとね、ここを開拓してました。ちょっと新しい、せっかく強い武器手に入ったんで、これでなんとかなるかなと思ったら、ここがうまく攻略できたんで、この2体をねおびき寄せて、ちょっとここのアイテムを拾いつつ、よいしょ、 OKOK、 よし。それで鍛冶屋の鍵が欲しいんだけど、それがね手に入らないんですよ。その下にもなんか行く場所があるけど、どうやって行くのかな。あそこ多分倒すと、多分ここ開くと思うんですよね、私の予想だと。倒せるかな、怖いな。ああるね、絶対開く、開くね、ここ。よし、いやー、これ楽だわ、すごい強いから。2発ぐらいで完璧にいける。1、3、1、2、OK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 
下のボスの前にここ行っていいのかな。よいしょ。下がり火あるといいけど、その先に。下のボスほっといて、ボスほっといてこっち行ってみましょう。ちょっとボス強いんで。
よいしょ、ピックアップアイテム。ちょっとここ行ってもう戻れなくなっちゃったらやだな。でもじゃとりあえず入ってみます。またボス。ちょっと勘弁してよ。もう何人出てくるの。ちょっと強すぎる。こいつ前に出てきたやつじゃん。しかもせっかく2400もあったのに瞬殺された。よし、とりあえずこいつ倒すぞ。落ち着いて。よし、一発目避ける。オッケーオッケーオッケー。おい、二発目避けられない。スタート、オッケー。いやー、でもそれでも一発、オッケー。なんだこの危な。1、2、3。まずい、まずい、まずい。耐えた、耐えた。じゃ次の攻撃耐えないと。マジか、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 マジか。あっぶね、もう振り回し攻撃やめて。よいしょ、よし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 。これで回復して、すっごいすごいやばいねこれ。あー、今のはやばかった。なんでこんな後半になって2発攻撃してくんの。怖くて一発しか撃ってないよ。危ない、やばい。もう一発いける。よしよしよし、叩いてこい。いけるいけるいける。ここまで減らしたことはないぞ。1、2、倒した、倒した、やったー、やった、嬉しいな。ちょっともう泣きそうだよ俺。もう半べそかきながらプレイしてましたよ。ちょっと待って、この上なんかまたボスとかじゃないよね。もうないよね、さすがに。ボンファイアがあるよ。あれ人？ちょっとボンファイアにまず触る。オッケー。はあ、助かったー。さて、やっとやっと乗り越えたよ。ちょっとね、音声、最後のボス倒したところの音声見返してたら、なんか訪れがあってね、申し訳ない。すいませんでした。ちょっとね、12000ソウルもらったんで、今度はね、ちゃんと武器とかを整えてから行こうかなと思って、こういう格好になりました。前もね、前のゲームでもこういうありましたよね。で、トライアタッキングだって。なんかみんな死んでんだけど、ここで。これ、攻撃するとね、敵対関係になって、ダメなんだ、これ。ミラクルっていうのをくれるんですよ、これ。あ、くれるっていうか、アイテムとして買えるんですね。魔法ですね、だから回復とかね。で、攻撃とかにも使えて、前作は、結構強かったんですよ。PVP ではね。どうしよう、あの人ちょっとほっといて、ソウルがなくなっちゃったんで、先を急ごうかなと思ってますけれども。向こう側にもボスいるんですよね。それがちょっと信じられない。とりあえず、先に進んでいきたい。ちょっとカメラワークがやばいぞ。ここには何もない。何もないみたいだ。よし。で、これがね、救世主でしたね。ほんと助かりますよ、こういうのあると。何これ。トライサークリングアラウンド、アイテムアヘッド。サークリングアラウンド。あ、あった、ほんとだ。なるほど。モネステリーチャームってなんだろう、これ。わかんない。ちょっと。何のアイテムだかよくわかんないですけど、ちょっと見てみます。モネストリーチャームってなんだろう。魔法かな、なんか魔法系かな、なんか違うっぽいな。ダメだ、わからん、わからん。手に入れたアイテムがどこにあるかよくわからん。怖いよー、またでっかいやつ出てくんのかな。
なんなのこのエリアは。ちょっと初心者に厳しすぎやしないか。あ、やばい、危ない。あいけー、やばい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 、ミスターミスターミスター。よいしょ。ふぅふぅ、こんな狭いところで投げ払わないで。狭すぎるよ、ちょっと。1回の時もあるし、2回の時もあれば。やばい、あっぶね。うえー、壁貫通してきやがる、あの野郎。やめてちょうだい、あんたは。死になさい。いやー強いね、しかしまあほんと強いね。いや、これなかったらもう、いや、半べそです、半べそどこじゃないですよ、もう泣いてますよ多分。どうなってんのこのマップは。ちょっと言い過ぎだから、本当に。オッケー、155もダメージくらされる。ジャンプジャンプ、よし。あ、そっか、でも1回の攻撃で120与えられるから、これで2回叩いた方がダメージ、3回叩いた方がいいってことだよ。危ない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 、やばいやばいやばい、ブレー、頭取れるんじゃねえの今の攻撃で。おーおーおお、よいしょ、死ね死ね。あ、よし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 、やっぶねー。ちょっとこれ飲んどく。ふぅ、こんなんじゃ地下に来たけども、至る所にあいつがいるんだね。てかもうちょっと優しい雑魚敵とかいないんですね多分。これ何、これ何、この意味深な意味深な行き止まりは。いやー、なんかすごいな、別なルートがあるんじゃないかなこれ。これでも初心者泣きますよこれ。私まだ若干前作やってるからね、まだ耐えられるけど、しょっぱなからこんなんだったらもう耐えられないんだけど。やばい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 、危ない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 。よいしょ、オッケー。うー、バックスタブがどうやってやるのかちょっと分かんないですね。バックスタブどうやってやるんでしたっけ。 L1、 R1 でしたっけ。後ろに回って R1 だったような気もするんですけど、まだ上も見てないのにここ来ちゃっていいのかな。これ何ですかこれ。レバーね。多分下から呼び寄せるやつだと思うんですけど、これ乗ると多分下がってくるでしょ。いやー怖いよ。かがり火を探してるんですよ。まずかがり火がないと、あの、いつもデスルーラーで戻されてしまうので。かがり火、何はともあれかがり火だろう。さっき地下に降りて、またさらに地下に降りるってのがいいね。なんか湿ってるんだけど、水が張ってるってことは地下水かなんかか。上とかにはいないよね何も。あ、またいるよ。もうすごいねこのマップ。ちょっと動きが遅い。オッケー。ふぅ、これぐらい150、140ダメージ与えられればそんな時間かかんないから楽ですね。こっちは、あー、なんか穴がある。もう行く場所が多すぎてわからんぞ。怖いよ。なんか前のゲームの巨人墓地を思い出すわ。巨人墓地だ、
巨人墓地じゃねえよここ。めっちゃ怖かったあそこ。泣きながらやってましたよ私。泣き、ああった、なんか誰かいるぞあそこに。ちょとりあえずボンファイヤー。さてレストアットボンファイヤーね。はいはいはい。ああよかった。とりあえずこの人に話しかける。誰この人、なんか変な。What is it? 何、I don't know you. 知らないの。And you don't know me. あなたも私を知らないの。Things are better that way. 物事はね、そっちの方がいい時もあるって。はぁ、だって。You are an odd one. 女の人なのこの人。Normally, people keep a safe distance when they see this. これ女じゃないでしょ。女の人じゃないでしょ。ヒゲ生えてますよ、多分。I'm called Luca Teal. え？From the land of Mira to the far east, across the mountains. うん、ここからね、すごい遠くの方、東の方にある。なんかすごいでかいパワーのソウルがあるって。But what a strange place. なんて変なとこなんだろう。Even the rumors did not prepare me. ああ、噂でさえも、噂を聞いても準備ができないよって、それぐらい怖いって。変な場所だって。I've always made a point of avoiding people. ちょっともうめんどくさいもう。Well, you can see that you are mid-journey. If you require assistance, I come from Mira, a land of knights. ミラーの来て。My sword is always ready. あ、ナイトの土地なのねそこは。Don't hesitate to call upon me. Whatever happens, I won't be missed. うん。自分を呼ぶのをためらわないでって、助けてあげるからって。You are an odd one indeed. 本当に不思議な人ねって。I've always made a point of avoiding people. ああ、人をね、避けてるのが分かるはずなのに、近づいてくるなってこと？ I can see that you are mid-journey. If you require assistance, あ、なるほど、なんか、何か必要ってことね。多分これあの人を攻撃した時に死んだ人たちでしょ多分ね。ああいうね、味方の人たちも攻撃することができるんですよ。え？リードメッセージ、ボンファイア、ボンファイア、アヘッドって目の前にあるんですけど。Be wary of fatty. By the way, try item. ああなるほど。攻撃するんじゃなくてアイテムを渡せって言ってますね。なんかアイテムを渡さないといけないんでしょ。レンジドバトルアヘッド therefore try eliminating one at a time。 なんか遠距離攻撃してくるやつがいるみたいですね。タフエエネミーだってもうやだよタフエネミー。海賊船みたいなのがあるぞ。でもすでに死者が出てるここで。レンジドバトルができないんだけど。いやこれはノーマンズ。あいるわなんかあそこに。ああ撃ってきた撃ってきた。ちょっとやばい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 。ああいうの超苦手です私。ちょっと一回引きますね。レンジ攻撃ができないとなるとですよ、レンジ攻撃ができないとなると非常に苦戦すると思うんですよ。魔法とかね、こういうとこ壊したらなんかいけんのかな。ダメか。これはビジョンズ・オブ・クワグマイヤー全スラスト。なんかよくわかんない、怖いよ。じゃあとりあえず一回こっち戻ってですね、またでかいやつがいるとは思うんですけど、まだ行ってない場所がいくつかあるんで、そこで死にまくる前に探索をしましょう少し。まずこいつを倒す。ほらほら、よいしょ、あよいしょ、あよいしょ、よいしょよいしょ、2発ぐらいで勘弁しておくから。よしよしよいしょよいしょ、倒した。これぐらいダメージが与えられると楽だな。で走るボタンがねA の方がやりやすいですね。なんか変えられないかな。ここはただ回廊？作りは同じなんですね。何ここ？ここは行けないところなのかな？
まだ上にも行ってないとこありましたよね。ふーむー、あ、宝箱、よいしょ、ピックアップアイテム、おおおお、なんかいろいろ手に入れたぞ。でもこういうの弱いんじゃないの。ほら弱いやつだ、エリートナイトアーマーだもん俺ね。もしかしたら高いやつがあるかもしれないから一応見てみましょう。ハードレザーがナイトガントレットよりもいい仕事をしてるっていうのがいいね。はい、あれでもなんか何かがあるね。何が上がるのあれ、あれなんだろう。3も上がるって結構でかいね。よし、まあいいや、とりあえずやっていきまーす。あ、今重いから、今見ました、これ前はもうちょっと早く回転できたでしょ。今重装備なんでこの回転がね、あのドッスンドッスンいう感じになっちゃうんですよ。それもね考えて、あの身軽にして敵の攻撃を華麗に避けるか、当たることを覚悟してダメージ量を減らすかっていう2択ができるんですね、このね。どうしよう、じゃあちょっと上に1回戻りますね。よし、上に1回戻って行ってないとこ行きましょう。あそこを攻略する前に、もしなかったら仕方ないんで、ちょっと先に進んでみて、もしなかったらね、ここでカットするかもしれないということです。よろしくお願いします。またいると思うんだ巨人さんが。ほら、よし、スタミナが切れる直前にあのやめないと、敵のガードでね減らされてしまうので。お、いいね、上にも音がする、あそこにアイテムあり。ってことはここから階段で上に上がれるわけだ。やばい、よし、いい、おお、危ない危ない。このね遠距離でたまに剣のエッジに当たるみたいで、それが怖いですね。23、もう一発いけるか。あ、やばい、あぶれ、よいしょ、うわーね、欲張りすぎると食らうんですよ。そういうゲームなんですね。安全第一でいけってことですよ、本当に。カッチャ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 言ってますよね。やばい、これ範囲攻撃してくるやつだ多分。よし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 、あかんて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 、一人ずつおいで、一人ずつ。なにこれ、あいったん、ちょっとやぶ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 、マジでやばい、マジでやばい。ふぅ、あれどうすりゃいいんだよ。おいや、おいや、外れてるぞ。いや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 、無理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 、すごいねここ。どうしましょう、まずこっちを倒したいんだよね。当たらないのね全然。なんなんだよもう、ちょっとやめて失礼しちゃうわ。ちょっと一回逃げて、飛び降りてこないかな、飛び降りてこないか。ちょっと回復アイテム変えて、どうしよう、やっぱり一人ずつ倒すべきだったのか。一回去ってほしいな。いや二人相手にするのは無理ですね。あ、去っていった、去っていった。よいしょ、え、やばい、うわー、じっくり攻めていこう。よいしょ、卑怯だよ、敵の攻撃がスルーするのに。
2回ね。狭いな、おい。うわぁ、ほんとに今まで2回攻撃しかしなかったのに、いきなり3回になるっていうね。これがそれですよ。まあ、こういうね、タイミング変えてくる敵がすごい苦手。それを掴むのが。とりあえずエストビンに変えて、あ、マジかよ。終わりました。気をつけます。こっちじゃない、俺が行きたいの。てかもう帰る理由がなくなった。そしてあそこにアイテムしかないんでしょ。じゃあここで死ねって言ってるんですよ多分。もう行きます。うん、どうってことない。アホはほっときます。よし、とりあえず、なんだなんだお前は。ほら、ちょやばい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 、これやばい匂いしかしない。強いんだけど。ちょっと待って、一撃死するやつらが3人いるってこと？どうしよう。